こんにちは、竹長です。この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。私のシビックさんは納車してから約1年4ヶ月ほど経とうとしております。2021年の2月の6日に納車いたしまして、今撮影しているのが5月の22日2022年になります。よってまあだいたい1年4ヶ月ぐらいなんですけども、この動画を見てくださっている方たちの中にはもしかしたら FK7 を購入する予定がある、もしくは検討している方たちもいるかなと思いましたので、いいところ悪いところをちょっと紹介していきたいと思います。まあ私の個人的主観で申し訳ないんですけども、何かの参考になればいいと思いますので、早速やっていきましょう。あえて悪いところから紹介いたしますね。さあまずは外見の微妙なところなんだけど、私セールがお送りします。って似てないんですけどね。まずこれフォグランプなんですよ。純正のフォグランプは若干暗いかなという感じがいたしまして、なので私はフォグランプを変えてしまいました。純正でももう少し明るければいいなと思った今日このぐらい。ちなみに前期でも後期でも同じ明るさでしたので、多分所有者の方もフォグランプ純正はちょっと暗いかなって思っているかもしれないよ、フグタ君。続いてはこちらのゴムパッキンがちょっと弱いというところなんですよ。これは私の車では実際起きなかったんですけども、あの視聴者様でヤスさんという方がいらっしゃいまして、バイザーつけてないんですよ。でその際に洗車した時にですね、この辺がベローンって剥がれちゃうみたいなんですよね。優しくもう置いてやるだけでこれなんで、はいはい、そうなんですか。これはまあ車種によって人によっては違うかもしれないんですけども、まあ、このようにちょっとこうベロンベロンってなっちゃってベランって剥がれてしまうということで、これはちょっと微妙だったなとおっしゃっていましたので、念のため伝えておきたいと思います。で外装は最後になるんですけども、このようにシビックハッチバック FK7 はですね、かなりこういうところデコボコしてる感じなんですよ。こんなような感じ で結構流線形ですごくかっこいいなとは思うんですけども、これねちょっとお見せできるかちょっと不安なんですけども、こういうちょっとデコボコしたところの間がちょっとねこう歪んで見えるんですよね。こう反射しているところが、それが実はですね、まあ、例えばこう駐車している程でこれからあーよっしゃードライブ行こうかなと思った時に振ってみると、あれちょっと傷ついてないかな、あれあー違ったわっていうね錯覚を覚えるんですよね。これがねいつも不安に感じる時があります。最初の頃はもう本当にあれやばい傷ついてってる、マジかよって思ったりもいたしましたけども、まあ、そういうね錯覚があるかなっていう感じですね。まあ、これ微妙な点というかちょっと不安になっちゃう、気持ち的に不安になっちゃう点かなっていうふうに私は個人的に思っております。ということでですね、以上外装面はもうそれ以降何もないんですけども、あとは走行シーンとか内装に関してのちょっと微妙だなっていうところを紹介したいと思います。さあ内装の方は私オロチマルが紹介するわよ。声が終わっちゃうな、結構辛いの。さあ乗っていくわ。そして気になるのがここのスペースなのよね。収納ボックスって言った方がいいのかしら。ここがちょっと微妙だなと思った点よ。何が微妙なの？スマホを置くと置きづらいのよ。このように私は iPhone の10Max ってやつを使っているのだけど、結構収まりが悪いわね。これはちょっと微妙だなとは思いました。さらにせっかくですね、このシビックハッチバック FK7 のいいところとしては、いいところというかせっかくここにUSB 端子がついていて、さらに配線を下から持っていくことができるのよ。なのでこれは楽でいいわ。こっから取り出して普通に充電できるじゃないのよって思ったのはいいんだけども、このような感じで収まりが悪くてあら残念。さらに走行中にシフトチェンジするわけなんだけど、この線がね結構邪魔したりとかしてかなり曲がるのよね。これで配線が壊れてしまえないか不安だわ。で走行中にこうビロンって出てきて、あー邪魔だわね、うざいわね、遠方江戸転生。さあ下の方にずれていくとコンソールボックスにジュースホルダーがあるのだけども、こういった缶の小さいやつはすっぽり入るのはいいんだけどね、わかるかしらかなりグラグラするのよ。これはちょっと微妙だなと思いました。さらに500ミリリットル以上のペットボトルをガンって
入れるとね、シフトチェンジがすごく邪魔なのよ。ここの手のこの肘の部分でしょうかしら、ガンコンガコガコガコ当たってかなり厳しいのよ。これはちょっと微妙だなと思いました。まあ、ドアポケットにもあるにはあるんだけどね、取り出しづらいっていうのもありますね。ちょっと適当にカメラ置いちゃったんで見づらかったら申し訳ございません。ですね、次が内装面のちょっと微妙なところ、個人的にはもうないんですよね。だから非常にやっぱりいい車なのかなとは思ったりとかするんですけど、で次にですね、走行中にちょっと微妙だったなっていう点を紹介したいと思います。でまず1個目がですね、交差点とかカーブに曲がるときにこの純正シートホールド性がちょっと微妙かなと思いました。例えばね、交差点でぐるって曲がるときも、なんだろうな、こうホールドしないんですよ。で、よってこうやって曲がるときに、すっごい体がこうひねっちゃったりとかしちゃうんですよね。で、私ちょっと峠道とかも走ったりとかしたんですけど、そのときにこう曲がるじゃないですか、こうやって、うわー行くぞーっつって。で、そのときにね、ホールドし、あれしないわって、ずれるずれるっつって、こんなになっちゃったりとか、もう体が、ひん曲がっちゃったりとかするので、いやーちょっと微妙かなとは思いました。でそれからこの純正シートがね、若干硬いんですよね。なので長時間こう走行してる時に、ああおけつが痛いよ、腰が痛いよっていうのを何度か経験いたしました。なので私はまあバケットシートを入れたりとかするのもいいかもしれないんですけど、このトリコローレっていうサポートクッションあるんですよ。でこのサポートクッションがかなりいいので、これつけたからあんまり腰が痛いとか、あと交差点とか曲がる時も、まあ、そこまでやーってなることはならなくなったので、まあ、もし FK7 を購入した際は純正シートからサポートクッションに変えた方がいいんじゃないかななんて思ったりとかもします。ピラーパネルっていうんですか、ピラー A っていうんですかね、ちょっとわからないんですけど、これが結構太いんですよね。さらにこのミラーも大きいので、特にこう右折とかするときにここがね死角になるんですよ。なので曲がってて、うわー これを見ちゃうので、うわ曲がりづらいなっていうか見づらいなっていう、そういう感じもいたしましたね。左に曲がるときもですね、やっぱりこの辺りが気になっちゃうので、いやちゃんと確認しながら曲がったりとかしないといけないのかななんていう、そんな感じがいたしましたね。ロードノイズが激しいというところなんですよ。これがちょっと微妙だなというか、いやーって感じがいたしましたね。すっごいもうゴー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 聞こえるんですよね。めちゃめちゃゴーゴー言ってるのが聞こえてきませんか？これ全部タイヤのロードノイズなんですよ。なのですごく純正のマフラーとか静かでゆったりと走れて気持ちいいのに、このロードノイズが邪魔しちゃって、あーせっせっかくのこう静かなドライブが台無しだよ。いやもう少しこれはどうにかなんなかったかななんて思っちゃったりとかもいたします。ただ多分あの太いタイヤ履いてるのと、あとスポーツタイヤ履いてるからしょうがないのかなとは思いますけども、ただねそれにしてもゴー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 めちゃくちゃうるさいなっていう感じはいたしました。あのこちらちょっと見てください。今から発進いたします。で発進した後にギアチェンジするときに、これ今分かりますかね、回転数が微妙に維持するシステムがあるんですよ。微妙で、あの自動に、これがね私にとってはちょっと微妙だなと思いました。なぜかと言いますと、あの自動的になんかダブルクラッチ踏んでるような感覚になるんですよね。ブーンブーンブーンみたいな感じになるのですごく嫌なんですよ。ちょっとねやってみますね。いきますよ。ここからなんとなく分かってくれたらいいとは思うんですけど、なんかブーンってギアチェンジするときにブーンブーンってなるんですけど、これはちょっとな個人的にはいらないなと思っちゃいました。これがちょっと微妙な点でございました。これはちょっとホンダさんに文句言いたい件なんですけども、なんでシビック FK7 にホンダコネクトがつかなかったのかなっていう感じなんですよね。非常に悲しい点でございます。あの FL1 ですとこの辺に SOS ボタンとかね、あと大きな液晶パネルとかあると思うんですけど、いやーホンダコネクトさんお願いしますよっていう感じで、こうやってね涙出したい気分ですね。で一応ディーラーさんに聞いてみたんですよ。ホンダコネクト FK7 につかないですか。
いやーそれはちょっと残念ながらつきませんねということで、まあ、つけることは現状ではできない状態なので、いやーせめてね FK7 が出た時ホンダコネクトついたらいいななんて思ったりとかもいたしました。でさらにですね、こちら見てください、この純正ナビなんですけども、ここの置けるスペース一体式型は7型しか入らないんですよ。7インチちっちゃいんですよね。何十年前の仕様だっていうふうに思っちゃうんですけども、これがね非常に残念だなっていうふうに思いました。せめて8型とかついたらいいなっていうふうな気持ちにはなります。まあ、しかしですね、あの社外品で一体式じゃないやつをつけて無理やりなんか9インチにしたりとかされてる方もいらっしゃいますので、まあ、そのように変更するのはいいかもしれないんですけども、あえて純正で楽しみたいよっていう人には非常に残念な点かもしれませんね。はい、でさらにですね、この純正ナビのお話するんですけども、これのねナビゲーションの機能が非常にクオリティが低いです。私だけなのかななんて思っちゃったんですけど、あのね目的地セットするじゃないですか。でセットしたらその目的地に行かなかったりとかするんですよ。で去年の10月なんですけど、私あの富士スバルラインっていうところに行きまして、でスバルラインのところをセットしたんですよね。でよしじゃあ行くぞって言って、もういざ着いたら全然なんかわけのわかんない老人ホームみたいなところ連れてかれちゃったりとかしたりとか。富士五湖千円って、ちょっと待って、わけわかんないことになった。嘘。あとなんか多分これは GPS の性能の差が出てるとかかもしれないんですけど、あの首都高とか高速道路の高架下を走ってる時になぜか高速道路を走っていたりとか、そういう感覚も。え、右なんですか。いや、ちょっと右に曲がれないですけど。来たー、ギャザコー。結構このナビさんあるんですよね。これがちょっと微妙だなっていうふうに感じがいたしました。はい、そしてこれは微妙なところというよりか慣れが必要な点なんですけども、シビックさんって横幅がめちゃくちゃ広いんですよ。約1800ミリかな、 あるそうなので、180センチですね。なので慣れるのにちょっと時間かかるかなと思いますね。特にこう細い道とか走ってる時に車幅の感覚がちょっとわからないので、どうしてもこう運転してるじゃないですか、前のめりになってこうやって確認しちゃうんですよね。これがちょっと時間かかるかなっていうイメージでございます。でちなみに私はずっとマニュアル運転乗って免許も取って20数年経つんですけども、それでも慣れるのに 1,2 週間はかかったかなっていう感じでございますので、まあ、もし細い道とか走行する時は気をつけて運転した方がいいんじゃないかなと思ったりとかもいたします。はい、ということで、まあちょっと悪いところ微妙な点は多々あったんですけども、まあ、それ以外はねすごくいい車だなと思っておりますので、今度は素晴らしい点を紹介したいと思います。それでは素晴らしい点、外装面から行ってみたいと思います。もう見てわかる通りですね、すっごいかっこいいボディなんですよね。もう流線形のボディに輝くなんちゃらっていう歌もありましたけども、その名にふさわしいこのような感じでめちゃくちゃかっこいいんですよね。もうこれが私が一番お気に入りのポイントでございまして、でさらに ここのラインあるじゃないですか、ここねすごい好きなんですよ。で角度がこの角度最高に好きでございます。でさらにこう下とか後ろに下がっていくと、ああこんな感じでねかっこいいんですよね。もう見た目は最高でございます。さらに後ろもゴツゴツとした感じがしてめちゃくちゃ良くないですか。純正のホイールもなかなかねかっこいいんですよね。これ良くないですか。でさらにあの光の加減で変わるんですよ、見た目、見た感じが。この黒い部分とちょっとクロームメッキみたいな感じになってるところ、明るいところで見るとさっきのクロームメッキみたいなところだけしか見えなくて、ちょっとした細い5本スポークに見えるんですよね。でさらにちょっと暗くなりますと今度黒い部分も見えてくるので、おおなんかかっこいいんじゃないなんてそういう風に思ったりとかもいたしますよ。でさらに純正でもうすでにサイドステップとかいろいろついてるんで、リップもついてますよね。これも全部純正でついてますので、いやーもうあんまりいじらなくても
十分いいんじゃないかななんていう、そういうような感じがいたします。めちゃめちゃかっこいいでしょ。次に私が推したいのはこのボンネットなんですよね。何がいいかっていうと、今お見せしますからお待ちくださいね。いやーこれはねすごくいいところなんですよ。このねボンネット開けるじゃないですか。で開けた後に、あそうだ、ボンネットを開けるときにこのつまみがあるんですけど、これを探すのにちょっと苦労しました。で通常開けた後普通にあっちゃあっちゃあっちゃ開けてこのような感じじゃないですか。なんだよこれ普通じゃないかよ、お前何言ってんだよって思われちゃうかもしれないですけど、違うんですよ。さらにもう一段階上げることができるんですよ。これほら、あっつ、すごい熱いな。これ見てください、すごいでしょ。こんな感じで開くんですよ。まあ作業される方がいらっしゃいましたら非常にやりやすいんですよね。あとちょっとしたホコリをこうやって取るのもめちゃくちゃやりやすいなとは思っております。これはねいいなって感じがしますよ。だってこんな感じで開きますからね。これはすごいな、いいな、かっこいいな。さあ内装面もかっこいいところたくさんありますよ。そしてね声がだいぶ枯れちゃったのでちょっとモノマネは控えたいと思いますけども、まずドアを開けた瞬間にシートが見えてくるんですよね。こちら見てください、これすべて電動パワーシートでございます。これがねすごく私的にはかっこいいなというか好きなんですよね。何が好きかっていうと、これねまず前に動くじゃないですか。で後ろに動きます。さらにここがね上がったり下がったりしまして、でシートもね上がるんですよ。こんな感じでこれね最高ですよ。でしかもあの電動無段階なので、もう自分に合った調整ができて最高でございますね。でもちろんリクライニングも電動で倒れます。これは運転席と助手席側一緒なので、いやー非常に細かい設定ができて最高だなと思いますよ。後部座席にも乗っていきます。するとですね、ちょっと私の車もめちゃめちゃ汚くて申し訳ないんですけども、このようにめちゃくちゃ広いんですよね後ろ。まあ、私のシートポジションだいぶ前っていうのもあるんですけども、いや全然広いです。1拳2個分はいきますし、あの私の身長163センチなんですけども、全然なんだろう、足を組んでゆったりすることができます。こんな感じでねゆったりできていいんですよね。しかもこの後ろの座席のリクライニングのこの角度もね非常にいい角度でしておりまして、いやー快適なんですよねこれ。多分ね 5,6 時間乗っててもね快適ですし、すぐこうやって寝ちゃいそうな、そんな感じがします。なので一人身の方はもちろんですけども、彼女連れ、そしてご家族連れの方にも全然乗れる車なんじゃないかななんてすごく思いますよ。めちゃくちゃいい点ですよねここね。まあ、チャイルドシートのあのシートベルトもきちんとありますから最高でございます。いやねずっとね後ろ乗っていたいんですよね基本的にはね。ラゲッジスペースがですね超大容量なんですよ。見てくださいこれめちゃめちゃね広いんですよね。ここにいろんなものも置けますから、キャンプとかね、あとちょっとした旅行で荷物を積むっていうのは最高でございますよ。確かこのラゲッジスペースだけで420リットル入って、ゴルフバッグとかがね何個入るのかな、 5,6 個入るのかな。でスーツケースもなんか 3個か4個ぐらい入るような、そのような大容量のスペースになっておりますし、あとねこれ一応ですけどフルフラットになるんですよこのような感じで。でこっちも倒せるんですけど、そうするとやろうと思えば車中泊もできます。ただねこうちょっと微妙な点になっちゃうんですけど、段差が結構してゴツゴツするので、ちょっと腰が痛かったりとか、ちょっと寝違えちゃったりするかなっていうところはあるんですけども、いやただね収納スペース最高でございますから、これはぜひぜひおすすめしたい、そしてすごくいい点だなと感じました。さあ続きましていい点はですね、こちらの液晶パネルなんですよね。これがねめちゃくちゃかっこいい。特にエンジンをスタートした時にこれが出るんですよね。こうくるって回ってパッてつくっていうのがめちゃくちゃ最高じゃないですか。これが一番かっこいいなと思っておりますし、何よりなんかいいなとは思っているんですけど、黙れコアッパー、わっとるわ。
まあ、内装面に関しましては、あとはもうこういった形でちょっと斜めったりとかしててスポーティーな感じがしていて、とってもいい点だなと思いますし、かっこいいなっていう感じがいたしますね。さあ次に走行シーンのいいところいきましょう。まず第1点目、私はマニュアル車なんですけども、エンストしにくいんですよね。あ、そうなんですか。黙れコマッパー、わかっとるわ。トルクがあるせいなのかなっていう感じもしますけども、今ちょっと動かしてみますね。でガタガタガタっつってね、もうなんかクラッチをもう半クラにするともう前に前に進もうとしてくれてるので、非常にエンストをしにくくスムーズに発進ができるなっていうところがすっごくいい点だなと思いました。これ最高ですよ。マニュアル懸念してる方ね、もしいらっしゃいましたら一回ね試乗してみてください。最高でございます。まあ、といっても今中古車しかないのが残念なんですけどね。はい、次にシビックさんの運動性能が最高でございますということをアピールしたいんですけども、まあ、アピールというかすごくいい点なんですけど、あの峠道とかこう急なカーブってあるじゃないですか。あれ曲がるときにスーって曲がってくれるんですよ。しかもあのグラグラグラっていわゆるロールがしないんですよね。これすごくびっくりしました。今まで乗っていた車って結構サスペンションっていうのがこう柔らかくてこうグニャ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 するんですけども、ぐわーって曲がるときにスッて曲がってくれるんですよね。これがねすっごくいいなと思いました。なので峠を走ってもよし、高速もよし、さらに街乗りでも全然乗れる車でございますから、いやーこれはいいなっていう感じがいたしましたよ。で次にハンドルなんですけど、このね切れ角が最高にいいんですよ。だからちょっとこう曲げるだけでふって曲がってくれますので、すっごく曲がりやすい。黙れコアッパー、言うの忘れた。すごく曲がりやすいっていう感じがするんですよね。さらにですね、シビックさん加速が素晴らしいんですよ。 1.5 リットルターボとは思えないほどの加速をしてくれます。体感的にはこうアクセル全開でわーっていくときに、あれ2リットルぐらいあるんじゃないかなっていう勢いのねパワーとトルク出してくれるんですよね。特に下のトルクがすごくいいので、うんうんうん言ってくれるんですよ。これが最高だなってすっごく思いました。よってドライブとかしてる時にね、こうやってすっごい気持ちいいんですよね。でちょっとアクセル踏むだけでもヒュッて少し行ってくれますので、こう私の考えを読み取ってくれるかのごとくヒュン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 こう走ったりとかしてくれますので、最高にいい点だなと思います。これのブレーキホールドって書いてあると思うんですけど、この機能がめちゃめちゃ神なんですよ。これ最高です。私もね初めて見た時びっくりしました。そもそもブレーキホールドって何かって言ったら、あの渋滞とかしてる時にこうやってブレーキ踏むじゃないですか。これを自動で踏み続けてくれるっていう機能なんですよ。これ最高でございます。特にマニュアル車ですと坂道発進とかあると思うんですよね。今これ坂道なんですけど、これがすっごく楽になりました。昔のあの常識がね覆ったと言っても過言ではございませんね。一回ね試してみますからね。で今は現在エンジンがかかっている状態でパーキングブレーキがかかってるんですけど、これを解除するとどうなるかって言ったら、まあ普通にビヨーンって下がっていっちゃうんですよね。ただしこれをオンにするとどうなることやら、ちなみにですね、シートベルトをしていない状態ですと効きません。このようになりますのでお気をつけください。でシートベルトをちゃんとガシャンと締めた上でこいつを押します。ポチッと、そうするとこのように表示が出ます。でここに緑色のなんかマークが出るじゃないですか。これがブレーキホールドオンになってますよという状況なんですよね。でこの状態で今パーキングブレーキ入れていて、まあフットブレーキも離してるんですけど、まあフットブレーキしないとパーキングブレーキ解除できないので一回解除します。で解除した状態でブレーキホールドはオンでございます。さあどうなることやら、一回離しますよ。いきますよ。はい、このように止まってくれるんですよ。これめちゃめちゃ最高ですよね。でこのままですね、クラッチを踏んで一速に上げます。そして発進します。おお、どうですか。
これそのまま発信できるんですよ。これめちゃくちゃ最高でめちゃめちゃ楽です。よってですね、昔のイメージからするとこうサイドブレーキがあってサイドを引きながらウィーンって坂道発進するとかってめちゃめちゃ怖いよ、めんどくさいよってね、思ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、この常識覆りましたからめちゃくちゃいいですよ。本当ね、これはねめちゃくちゃいい点だなと本当に思っております。ブレーキホールドをオフの状態で、あー坂道で止まっちゃったよっつって、でまたすぐ発進だよってなるじゃないですか。その時に一瞬ですけど止まってくれるんですよ。いきますよ、今離しますね。ほら一瞬だけどね、こう止まってくれるんですよね。これがね非常に運転者にはありがたい機能だなと思っております。一回離しますね。で止まるみたいな、でそのまま発進ができますみたいな、そのような感覚なんですよ。このねブレーキホールド機能、そしてなんだろうね、ブレーキホールドをオフにしている状態でも一瞬だけ止まってくれるという機能はとってもいい点だなと思います。素晴らしい、100点。あ、これ1点か。でそれからですね、もう一つこのパーキングブレーキなんですけども、発進するときに何わざわざボタンを押して解除しなきゃいけないのって思うかもしれないんですけども、これ私もね気づかなかったんですけど、押さなくていいんですよ。今シートベルトしていてフットブレーキを踏んでる状態なんですけども、このままですねすぐ発進できるんですよ。行きますよ、この状態で。じゃあアクセルじゃなくてフットブレーキ外します。でこのまま発進します。ほら解除してくれて、そのまま走ることができるんですよね。これ最高でございます。いい点。はい、ということでですね、良いところ悪いところは結構あったりとかしますし、やはりでもこれは個人差も出てくると思いますので、一旦乗ってみて皆さんで判断してみてはいかがでしょうか。ただですね、すごく走行性能ですとか見た目はもう最高でございますから、おすすめしたい FK7 だとは思っております。ただですね、今新車はもうなく中古車しかないじゃないですか。ただ私結構ね調べたりとかもするんですよ。今の FK7 って中古でどれぐらい程度がいいやつあるのかなって見たりとかするんですけど、結構ねあるんですよ、いい車。なので、価格も280万とか300万円近くはいっちゃうんですけど、FK7 を検討している、もしくはちょっといずれ買ってみようかなって興味がある方はですね、一度調べてみて、でそのお店屋さんにこう問い合わせしてちょっと試乗したいんですけどって言えば、おそらくしてできると思いますので、一旦乗ってみてはいかがでしょうかね。ただ初めに試乗した時にこのワイド感がすごいので、おお、なんかちょっと運転しづらいなとか怖いなって、そういうイメージあるかもしれないんですけども、なんかね慣れちゃうとね、すっごい車ですよ本当。なんかこっちの幅慣れちゃうと全然違和感あり、何かの参考になればいいなと思っております。それでは最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあね、バイバイという感じで締めちゃったけどいいかな。